大学の小澤です。まずはこのような賞をいただき本当にありがとうございます。このような場で講演させていただけることを非常に光栄に思います。審査の結果でもあったんですが、今回は、全チーム学術的な評価という意味で学会にふさわしいものがなかったということで、この研究もまさにその通りだと自分たちでも思っています。でその上で、今回このハッカソンに向けていろいろな思いがあったので、まずはそこから順番にお話ししていきたいと思います。僕たちがこの、ハッカソンに参加したモチベーションは主に2つあって、1つはやはり山川先生のお声にもあったように、全能アーキテクチャのコミュニティは、学術的な成果にこだわりすぎないというような考え方をしているコミュニティで、だからこそ人を集めているところもありますが、やはり研究者を目指す学生が全力でこのトピックに、力を注ぐという意味で、難しいところもやはりあるなと感じていて、私自身も、脳を参考にした人工知能を作りたいというモチベーションがあるんですが、なかなかそういうアプローチで研究として論文のコースだったりとか国際会議のコースだったりとか難しかった。でこういう学会という場で優秀が認められれば発表できるということだったので、今回本当にそれに全アーキテクチャのアプローチを、学術的な意味付けを持たせたいと思ってやってみました。でもう一つは、私たちのチームは全アーキテクチャ若手の会という会の、運営メンバー、代表と副代表と社会人支部の代表というメンバー構成でやっていて、これは2年間くらい創立して一人から始めたコミュニティだったんですが、広がっていってやってきたものです。でこのコミュニティで出てきたものっていうのはいっぱいありますし、支えていただいた方々、スポンサーの方々とかもたくさんいらっしゃって、その成果を集大成としてまとめる場として、やらせていただけたらいいなという思いがあり、こういう段階になっています。では早速内容についてお話ししたいと思います。というわけで、今回全能アーキテクチャらしさを生かしたあの研究の方法論、そして研究の内容というのに少し、真剣に考えて真摯に向き合おうと思ってやってきました。でこれはもちろん、僕たちなりに考えてこういうアプローチでやったらいいんじゃないかというものなんですけれども、まず現状の技術に、工学的な技術に問題点を絞って検討して、でその問題点に関する機能の実現方法を現在の技術とのを比較してみる。でその機能を実現する能力というのはどこなのかというのを文献から仮説を立てて、でピックアップした能力に対して部分的にどういう機能を持っているのか、そしてアーキテクチャ全体としてどういう役割を果たしているのか、さらにそれがどういう仕組みで成り立っているのかっていうのを検討してモデル化していく、こういうフローがあれば、もちろん脳を参考にしたからこそ出る工学的な有用性っていうのは難しいんですけれども、自分たちの研究をこの汎用人工知能に向けたあのステップとして、体系的にまとめることができるんじゃないかと思ってやってみました。僕らが今回問題点として挙げたのは、強化学習に関するものです。強化学習、現在の強化学習でメジャーになっているものは、深層学習を利用した思考。で、これは、難学性の強い観察から適切な行動の確率分布を学習するような趣旨のものがほとんどです。で、このような方法論は、観察空間が膨大だったり、外界の時間の扱いが困難であったり、そして、実際に実機に応用しようといった場合には試行錯誤の回数が増えてしまうのでなかなか難しい。でこの問題を、扱う。そこで脳とじゃあ実際の今の汎用、強化学習の手法を比べるとどのようになっているかというと、脳の場合は実行できる行動を列挙して、でそのほとんどを抑制して、そして取るべき行動に対して脱抑制をする、そのようなアプローチで行われているという考え方が、一般的にあります。でこれは複数のモジュールの間で抑制および脱抑制をベースにした、方法論だと言えます。一方で近年の強化学習の
意思決定では、多くの開発モジュールでエンドトゥエンドラーニングと言われるような、統一的な学習方法を使っていて、特性および脱力性の考え方はあまり一般的ではありません。そこで、複数のモジュールで特性脱力性を用いた強化学習というものを考えてきました。抑制脱力性を担う代表的な能領域としては、候補は今回2つ挙げさせていただいています。1つは大脳規定学、もう1つは前頭前野です。で、脳領域の比較方法はたくさんあるんですが、今回は代表的な脳損傷を例に比較してみました。すると、大脳規定学の場合は、損傷患者は、例えばパーキンソン病といって、手が震えるとか、振動するとか、ハンチントン病、運動が出にくくなるような、そういうような、症例ですけれども、前頭前野の場合には、利他的とか、倫理的な行動ができなくなってしまうとか、実行できると認識した行動を無意識に遂行してしまう、そういうようなことが言われています。で、特に注目したのは、この実行できると認識した行動を無意識に実行するということなんですけど、これは、近年の強化学習の手法と共通性の高いものだと考えられます。そこで、前頭前野の、脳損傷の患者の症例を、例にして、前頭前野に着目したモデルの対応に、取り組みました。アーキテクチャ全体の役割としてですが、よく言われることは前頭前野は調停機能になっていると言われます。で、例えば、ここで引用している論文では、マウスのレベルの最初の認知アーキテクチャを提案しており、実際の神経科学的な知見から、このようなアーキテクチャを提案しています。私たちもこの役割に準じてモデルを設定しました。そして最後にその前頭前野の仕組みということですが、アキュメレーターモデルというものがあります。これはある意思決定をする場合に、毎回その意思決定のための証拠を貯めていき、累積証拠として蓄積する。で、その累積証拠が地域値を超えたら、ある行動を遂行するというようなモデルです。で、これは複数の脳部位にアキュメレーターとして動作するようなニューロンが発見されていて、自発的な運動の開始がアキュメレーターのモデルを用いてモデル化可能という報告があります。自発的な運動選択の開始区域としては、脳の中で様々な場所にアキュメレーターが発見されていますが、特に前頭前野のアキュメレーターが関与していると考えられていて、そこで今回は前頭前野の仕組みをアキュメレーターによってモデル化するということに取り組みました。最初に挙げた、方法論をまとめ直すと、取り組む問題は何度か探索や世界への応用と。で、比較した結果、違いとして挙げたのが、抑制及び脱力性の機構。脳領域としては前頭前野に注目して、部分的な機能としては抑制の機能、全体としてはそれが調停機能に、調停機能として貢献する。そしてその仕組みをアキュミレーターというモデルでモデル化するというアプローチで取り組みました。まとめるとこのようになります。では早速、提案手法についてご説明したいと思います。提案手法は右の図のような、モジュールで構成されています。まず、一番重要なアキュミレーターというのが、その丸で囲ったものなんですけれども、これが各モジュールの各行動に対してそれぞれ、用意されているような状態を作ります。で、この式は、ここに示している式が表しているのは単純で、アキュミレーターに対応する行動が選択された場合は、その、一定値をそのアキュミレーターに差し込む。で、毎フレームごとにある定数値の分だけ減数して、しばらくその行動が選ばれなかったら、そのアキュミレーターが、非活性化していくというようなものです。で、この式値が1を超えたときに行動が出力されるというような想定をします。さらに、接続されたモジュールの階層化をこのモジュールが行って、上位のモジュールが動作している際に、下位の全てのモジュールを抑制するようなことで、階層構造を実現します。そして、アキュミレーターのパラメータによってモジュールごとに時定数を設定することが可能です。例えば、R を大きくすれば、減衰のスピードが速くなるので、しばらく連続して、実行しないとなかなかたまらないと。D も似たような形を持っています。また、モジュールの数に応じてスケールするので、これがいくつのモジュールがあっても同じような方法論で一つのシステムとして動かすことができるので、並列分散システムとして相性がいいかと思います。
ところなんですが、今回のハッカソンのテーマが、ゲーム環境上で動作する認知アーキテクチャという話題だったので、今回はこのモジュールを、認知アーキテクチャとして利用することを考えます。そこで考えた認知アーキテクチャが、この図に示したものです。アスカという名前を付けました。で、認知アーキテクチャとは、認知行動サイクルを持つ、エージェントというふうに考えて、その認知行動サイクルに対応したご説明をします。まず最初に環境から与えられた振動画像を使って、認識モジュールを動作させます。それと同時に振動画像からテンプレートマッチの手法を用いて、オブジェクトの場所を検出し、反射モジュールへと送信します。意思決定に関わるモジュールは今回3つ用意しました。で、1つが認識モジュールで、こちらはディープビューネットワークを用いた行動選択の機構です。次に反射モジュール、これは検出したオブジェクトに対してループベースな行動選択をするものです。で、最後に静止モジュールは、静止もしくはノイズとしてランダムな行動を選択するようなモジュールです。これらのモジュールの出力が各アキュミネーターに送信されます。先ほど、変数で表していたものにそれぞれこのような通知を割り当てます。で、ここで、認識モジュールはおよそ5回、連続して行動が選択されるとその行動が出現する。で、反射と静止のモジュールを抑制する。反射のモジュールと静止のモジュールに関しては1回の行動で、行動が出現するので、こちらはアキュミュレーターの抑制効果を使わずに今までのものを、使うというような、使い方です。これらの、アキュミュレーターの、調整を経て出力されるのは目標の移動速度となります。後で詳細はご説明しますが、ここで取られた移動速度、目標の移動速度と現在のエージェントの移動速度からロスを使って、制御信号に変換し環境にフィードバックします。また環境からは、報酬がフィードバックされます。評価実験についてご説明していきたいと思います。こちらもゲーム環境を使った、今回はロボカップサッカーに見立てた環境を構築して TK をするようなエージェントを作成して実験を行いました。実験のセットはこのようになっていて、まずエージェントは 5Hz の認知行動サイクルを繰り返します。入力は 60×60 のテキストイメージで、出力は5種類の目標のとする移動速度、 1m 毎秒で前に進む、後ろに進む、ミラージュアンパーセカンドで左に曲がる、右に曲がる、そして停止するというものです。また、報酬はボールがゴールに近づくと、その近づいた距離に応じて0点から1点の点数が、ゴールにシュートすると1点のボーナスのポイントが、そして10秒以内にゴールできなかった場合はマイナス1点の罰則が与えられるようになっています。ボールの初期位置は固定ですが、ロボットの初期位置は赤の見かけにした範囲内で毎回ランダムに決定されます。まず、このシステムで既存のディープキューネットワークがどの程度学習できるのかということを説明します。まず、こちらは先ほどの条件設定からもうちょっと簡単にして、ロボットが必ずボールの目の前に現れるような問題設定をしています。この場合ですと、必ず前に進むという行動を取り続ければゴールができるので、ディープキューネットワークは学習可能です。ですが、ひとたび狭い範囲でも初期位置を変えると、こちらは例えば13時間学習したものなんですけれども、ボールに向かうような行動が出てきませんでした。で、これに関しては明確に学習が失敗していると判断しています。というのは何かというと、ほとんどの球値が変わらないということが分かったからです。ランダムな行動をとる、そしてその行動の結果が移動速度ということになると、例えば前と後ろという行動を繰り返し繰り返し順番に選ぶと、時速 1m 毎秒で進もうとした直後に時速マイナス 1m 毎秒で、バックするというようなことになってほとんど動かなかったり、自分が行った行動選択が、意図通りに環境にフィードバックされないようなことが起きます。
この結果、ほとんどの給地が同じになっていました。で、こちらが提案思考ですけれども、連続した行動が出やすいので、給地が適切に学習されて、先ほどは13時間学習ですが、こちら30分ぐらいで、ボールに向かう程度、まあ、もちろん完璧に毎回シュートするほどにはなりませんでしたが、まあ、このレベルの学習ができた。ただし、これだけでは提案思考が有効だったのかは分からなくて、どのモジュールがどれくらい効いているかという可視化が必ず必要になってきます。そこで今回は脳型の認知アーキテクチャとして提案していただきましたので、各モジュールに28個の脳領域の記号を割り当てて、ピカモンという可視化ソフトで可視化しました。こちらは詳細になるんですが、まあ、詳しくは飛ばして、結果がこのようになっています。まず、こちらは、学習初期の状態で、学習が、Deep Q ネットワークの認識モジュールが、学習がほとんどされてなくて、ランダムに動いているような状態です。この場合ですと、Deep Q ネットワークに対応するようなモジュールが働いていないことがわかります。もう一度最初のところをお見せすると、赤く光っているのが運動だったり、ビジョンだったりとかする部分で、青の部分が、こちらは、ルールベースに動いているようなところです。で、右下の黄色が唯一、報酬に関係する信号です。で、これがある程度学習が進むと、先ほど光ってなかった青の光が光っていて、これは会話に、対応していたもので、Deep Q ネットワークのエクスペリエンスプレイと呼ばれる学習のメソッドを呼び出しているときだったり、右上の方の黄色は Deep Q ネットワークが意思決定した結果が反映された場合に光っていたりします。で、もちろん、限定したモジュールだけをチェックしたいという場合には、こういうふうに使うことができて、学習初期では左上のルールベースのものだけが反応しますが、右下、学習後期では右下の Deep Q ネットワークに対応する行動が、出現していることがわかります。まとめます。今回の提案といたしましては、アキュミュレーターモデルに基づく行動抑制認知アーキテクチャとして ASCA というものを提案させていただきました。で、特徴としては、前頭前野の機能と解剖学的な知見をもとに提案しており、アキュミュレーターというモデルを使用しています。で、意思決定に関わるモジュールを調整して、モジュールの間の、ガイドから、モジュール間に、ガイドから階層性を与えることができたり、さまざまな指定数を簡単に表現できる。そして、非同期分散システムの応用も容易となっています。そして最後になんですが、私が発表させていただきましたが、チームメンバーとして、前段教授の方の会の島田と、足原が、一緒にチームとして参加しました。また、ロスガゼロという、ロスとガゼロという環境を使って学習を回したんですが、従来これは強化学習の仕組みはないので、これに強化学習ができるように、一緒に半年間ぐらいかけて、関西支部の運営力ということをやってきたものを使っています。また、可視化ツールは、関西支部、これも関西支部の90分という、ことをやっていたものを使っていて、最後に、プログラム全体は、この板谷さんという方が、板谷さんという方と一緒にやってきたプラットフォームを、使って、統一的に記述されたものです。以上で終わります。ありがとうございました。あ、どうも大沢さん、ご発表ありがとうございました。それでは、この後授賞式に移り、授与式に移りたいと思いますので、大沢さん、他の方も壇上に上がっていただくんですけど、お考えください。今日はお二人ですか。これ使います。創立30周年記念事業奨励賞、
ありがとうございました。